こんにちは。お久しぶりです。久しぶりに分解コーナーをやっていきたいと思います。こちらルーターですね。エアステーションバッファロー AG54、見る感じも分かる通りめっちゃ古いです。これがちょっと引っ越しの時に押し入れから出てきたんで、分解して中を確認しようと思います。もう全然使ってない。いつ使ってたかももう思い出せないほど昔、多分ね、セレロンの最初の方とかに使ってたようなやつだと思いますよ。だからもうちょっと今の時代ではとてもじゃないけど実用に耐えかねる感じですね。ではやっていきたいと思います。これも単純に分解してそのまんま捨てちゃおうと思ってます。今回からこれがありますからね、めぐみさんには。なんと電動ドライバーですよ。いやー、チートやな、こりゃこりゃハードウェアチートってやつや。いや、どんどんね、分解していきますよ。なんか一個もうちょっといいドライバー買ってもいいかなと思うんですよね。よいしょ。さあ参りましたね。いきなり参りましたね。ここを取ったらもうあと取る場所がないと。これなんだ、エグジットアンテナオープン。アンテナがついてんだね。もう最近こういうアンテナとかないもんね。昔の携帯電話でアンテナピュッて出てたのが最近になってなくなっちゃったみたいな、そんな感じだよね。このシールの後ろとかによく隠れてるんで、ネジ触ってみましょう。ないかな。こう触ると裏にネジが止まってればすぐわかるんですよ。ないですね。これはないね。っていうと、ここか、ここが割れそうな感じ。ここだろうな。こういけそうだよな、どっか。こういっちゃうんじゃない、そのまんま。ここ取れそうだよね。爪で引っかかってるだけとか、そういうオチじゃない。いけそうだな。いけそう。ここいけそう。一気にアクセスできそう、ここに。いやー、なんかもうこれ元から必要ない。捨てるものだから。と思うと楽だね、分解。ダメだ。ここが位置的に、ここのネジ外したところの左側にくっついてるんですよ、これが。だから、これ引っ張ろうとすると割れちゃいますね。なので、まだ違うところに爪があるのかな。このところ、あ、ここ外れないよな。どこだろう。どっかに爪が隠れてないと開かないぞ。どこだ、探せ。ここの全てをそこに置いてきた。ここだな。ここ爪だろ、やっぱ。よっしゃ、ここですね。やっぱここだ。ここしかないもんな。よいしょ。でもここ行くか。行くよな。行くと思う。行くと思う。そこ行くと思う。ここ行けば当然こっちも行け。行けよ。あれ、行かない。ってことはまだどっか噛んでる。噛んでないんだよな、それが。上げてってみよう。押し上げてってみよう。ちょっとずつ行った。行きました。爪でしたね、やっぱり。もうここまで来れば怖いものはないんで。はい、開きました。お見事。よいしょ。あ、全然汚れて、全然ってわけではないな。はい、もうティッシュでガーッ拭きましょう。ちょっとクモの巣みたいのがありましたね。まあ、静電気とかもう関係ないんで、上のプレート取れちゃいましたね。だから、もう戻す必要がないからって、あんまり。おお、これがアンテナですね。ここがアンテナ部分、ちょっとアップにしますか。よいしょ。さすがにアップしすぎる。よいしょ。これがアンテナです。ここに、これついてます。あと外れるところは、このバックパネル取れるよな。バックパネル取れると思うんだよね。いけるよね。よいしょ。割れそう。気をつけろ。割らないでいきたい。よいしょ。バックパネルも取れました。そしたら基板が、こんにちはで、はーい。回る裸です。これで、今回は、終わりと。これはじゃあ、もういらないです。ゴミ袋に。すいません。今回のルーターはなんとこんなちっちゃなものでした。あんな大きなケースなのに中はこんだけなんですね。まあ熱対策とかいろいろあって、あとはあれをこう立てる、ルーターを立てるっていう意味であの厚さにしてるんでしょうね。別に他に厚みを帯びる必要が全くないと思う。これこうなってたけど別にその厚さにする必要ないよね。別に熱とか持たないしな、この基板だったら。一応これも多分取れるんで取りましょうか。あ、取れないな。ここハンダゴテされちゃってますね。これは取れますね。これ取りましょう。よいしょ。これを外します。はいと。で、これがアンテナ部分。よいしょ。これノイズキャンセラーかな、おそらくノイズキャンセラー。これが、まあこのケーブル使えるっちゃ使えるんだよね。このケーブルなんか電子工作するときにこれね、使えるっちゃ使
えますよね。ポチってはまるし、まあ結構丈夫だしね。まあ使うかって言われると使わないかなって感じなんだけど、これがアンテナか。メイドインジャパンになってます。アンテナはちゃんとメイドインジャパンになってます。バッファローメイドインジャパン、ナイスです。グッジョブ。では、マザボと基板の方を開けていきますか。よいしょ。これはもうしょうがないんで、ちぎるしかない。よいしょ。これはしょうがないよな。切るしかないよな。見てわかる通り、ここと、ここはハンダゴテされちゃってる。ハンダ付けされちゃってるんで、外す場合、ここは一回、まあハンダをね、取るか、まあおぶしで取って、後で取り付けるときにまたハンダゴテって感じになりますね。じゃあ切っちゃいましょう。よいしょ。切っちゃいましょうねー。パチッ。いきますね。ここを切って、まああんまこのニッパーで鉄を切りたくないんだよね。まあもういいや。よいしょ。あとはここはサイドかな、違うな、上かな。お、爪を、あー勝って、悪夢よし、きた。はーい、このように上がりますよ。はい、ここが無線のところ、モジュールですね。モジュール77、ここが、よいしょ、よいしょ。型式が書いてあって、電波法なんとか書いてありますね。はい、こんな感じになってます。ここはね、モジュールの部分、メイドイン台湾、台湾ですね。まあこれは鉄板ですね。台湾大丈夫です、全然いい。いや、なかなかこのね、ルーター確か結構長く使った気がするんで、やっぱいいものだったんでしょうね。台湾ですね。まあこれ残しといても全くもって使い道ゼロですけどね。パーツ取りといっても、この辺のダイオードとかパーツ取って使うかって言われると絶対使わないからね。まあ何かの時に、あ、あるかとか、ないや、それないわ、だって買うもんな、そんなの、抵抗とか。はい、こちらがメイン基板になります。もう取れるものはないですね、残り。よいしょ、よいしょ。はい、単純ですね。ブロードコムのチップ使ってます。で、基板もマザーボードもメイドイン台湾と。で、ワンがあってランがあるんですが、ワンチップ、これですね、LF8275、ランチップが FT20287B というものを使ってるようです。どうしよう、ここの1のチップ、ここの IC だけ取っといてもいいかな、いるかな、いらないかな。いらないかな。いらない気がする。あとインテルフラッシュメモリーみたいのも積んでありますね。おそらく、ここに OS が入っているんでしょう。OS というか、まあほとんどここの基板、これって思えないかな。はい、そんな感じですね。今回はまあルーター、昔のルーターだからね、全然複雑じゃないし、4ポート11個の1で、これが無線基板かな、無線基板、これとこれが無線基板か、この2つで無線をやってます。これが無線基板に、こちらアンテナ、これ残しといっても、いや使わないんだよな、だからこういう形で置いとかれても仕様が分かんないし、何ピンがどうなってるとか分かんないもんな。ないしで、無線のモジュールはまあ基本台湾なんですけど、この無線のアンテナ部分だけ日本製でした。こんな感じです。今回はこれはもう捨てるものだったので、こういった形で分解して、中を見てから、完全な、興味本位で中を見て捨てるという形でした。もう直すことも考えてないんで、もうブツブツここのハンダゴテされてるケーブルとか切っちゃいました。なので、これこのまま燃えないゴミに出して捨てようと思います。そんなわけで、ルーター、バッファローさんのルーターですね、切っちゃってます。はい、そんなわけで、バッファローさんのエアステーション AG54 という結構昔のタイプの、ルーターを分解しましたという動画でした。楽しんでいただけていると嬉しいです。また何かあれば分解したいと思います。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。このチャンネルは365日毎日動画を投稿しております。1本の日もあれば、2本、3本の日、4本、5本の日もあるかと思います。なので、チャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。PC の方は今こちらに出ている登録ボタン、こちらを押してください。ポーン。タブレット、スマホの方はこの画面の下にあります概要欄、こちらの方からチャンネル登録お願いします。概要欄にはその他にも私がやっているブログ、 Twitter、 Facebook、 Google+、 こちらのリンクも貼ってあります。
この動画に関係する動画や、まあ、似た動画などのプレイリストもたくさん貼ってあるんで、よかったらその他の動画も見てください。今日も皆さんを笑顔にできているととても嬉しいです。ではまた会いましょう。バイバーイ。